前半総括言っときましょうか、簡単にね。前半 1-0 で負けてますと。で、相手の陣形 4-2-3-1 なんですけど、どういう風に点取ったかっていうと、ラージョが右サイドでボール繋いでたと。で、トップ流れますと。サイドに流れます、全体的に。で、トップがかなりワイドまで行ったんで、ガルシアついてって、アルバプレッシャーかけて、アラウホまで結構寄ってると。それで開きすぎたここですね。ここに放り込まれて、裏走られて、デスト対応したんですけど、振り切られて、運ばれて、決められちゃったと。で、この時ガルシアが交差して行ったんですけど、ちょっと遅れて、本来ならばこうやってケアしたいんですけど、裏疲れちゃったんで、カバーリングが遅れたんで、デストもコース切り切れずにやられたという感じでしたね。で、失点シーンはですね、まあいいと思うんですよ。相手にボール持たれてたら相手の攻撃も戦術があるわけで、やられるっていうことはあると思うんで。ただ残念なのは、バルサが全然組み立てれてないっていうところですね。そこら辺ちょっと詳しく振り返っていきたいんですけれども、相手のラージョを 4-2-3-1 ですと。で、4-2-3-1 なんですが、ビルドアップの時に、例えばこうなります。ガルシアが持ってますと。したら、相手のトップの選手がブスケツを切りながらガルシアに寄せます。で、ガルシア困るんで、アラウホに出します。で、アラウホに出たらトップ下の選手がブスケツ切りながら寄せていく。したらですね、もう手足提言しかフリーないんで、サイドもマークついてます。で、ヨングとガビ、ここもマークついてます。で、オーバーだけ唯一フリーなんですけど、前を塞がれちゃって出せない。で、手足提言出します。したら手足提言からブスケツへのパスコスってあるはずなんですけども、ここですぐに相手のトップ下が切りに行く。で、結局アラウホがフリーにさせられる。で、アラウホが持つ。で、またブスケツへのコース切りながら行く。で、アラウホが前に運んでいく。で、ここでオーバーがですね、前半の方はもう全く降りてこなかったんですけど、前半の中盤になってから降りてくるな。だけども落としの精度が非常に悪くて、ポストプレーというか落としのプレーをほぼほぼ見せてますね。まあ得意じゃないことさせられてる。で、バルサとしては3バック作りたいわけですね。で、3バック作るのもデストが下がってアルバが下がって3バック作ろうとすると、本来はこういう風になってるんですよ。で、ちょっとフリーに見えるんだけど、渡すと急にここ来ます。したらデスト前向けないんで下げると。で、キーパーに渡すと。で、キーパーに渡してブスケツ切られると。これの繰り返しですね。左も一緒です。アルバに入れると。で、アルバに入れてブスケツ一周あるように見えるんですけど、すぐプレッシャー来て出せないと。で、結局サイドに出してる。だからじゃあどうすればいいのかという話なんですけども、シンプルな話。例えば、手足提言がボール持ってるとき、ブスケツ切られると思うんですけど、ブスケツとアラウホの距離感、まず広くして、で、ブスケツはアラウホにボールが渡ったときに相手が切ってくるんですけど、ブスケツが並列を作ればブスケツへのパスコース切るってなったら、こう切んなきゃいけない。そしたらアラウホの縦のドリブルっていうので2択かけれる。だけどブスケッツが斜めの方向にいると、縦のドリブルコースとパスコースっていうのが被っちゃって明確化できない。結局はここの2対1なんですよ。ここの選手がブスケッツもマークするし、アラウホもマークする。要するにこの試合っていうのはブスケッツとアラウホの2対1で組み立てりゃいいだけの話で、考え方としては他の選手も全員いらないんですよ、組み立てにおいては。ちゅうことはブスケッツが降りて、他の選手、例えばサイドバックの選手、高い位置取って押し込む。ブスケツとアラウホ十分なスペースを作ってビルドアップさせていきたいよね。ガルシアもマークがつくんだったらですね、もう放棄していいんですよ、言ったら。で、この状態でここの2対1を強調させて運ぶ。で、ここを強調させるときっていうのは、横パスのコースと縦に運ぶドリブルのコースっていうのを明確化させていく。で、この状態を作ったときにブスケツが降りていったもんで、ブスケツもマークをしなきゃいけないんで、こうなってくると、したらここのスペースが広がってきます。で、ここでデヨングが取ってほしいわけですよ。で、デヨングがここ取ったら相手のマークついてくるんじゃないのっていう話になるんですけども、そうなったらこことここの間のゲート開いてきますよ。で、このゲートの間で受ける選手、例えば私はここデストがいいと思うんですけど、デストが中取ってデンベレしっかり開く。で、そうやってくるとここの選手っていうのがデスト見なきゃいけなくなる。で、デスト見なきゃいけなくなってくると、オーバミヤン、デヨングへのパスコース、こっからパスを入れるから速くてシュートみたいなパスを打ち込まなきゃいけないんですけど、距離があるから速いパスを打ち込まなきゃいけないし、距離があるから相手のプレッシャーもかかる。だけどこういう状態からですね、例えばアラウホが運んでいって、相手が寄せてきたところでデヨングに入れて、デヨングに来たからさらに寄せたってところでオーバミヤンに渡ると、ここのプレスバックがない状態でオーバミヤンに渡せるんで、いい状態になる。だからベストな状態はさらに整えますと、両ウィングが広がって
て、真ん中にスペースがあります。デヨングがフリーになる。で、両サイドはこういうマークの担当ですね。で、本来ならば、アルバも中入って、ガビがトップ下みたいな位置してもいいと思うんですよ。で、こういうような状態をする。で、こことここがこういう風なマークのされ方する。で、こっからサイドのデンベレーのパスもありますよ。で、アラウゴがドリブルで運んできた時なんかは、ゲートの中で受ける。したらここ絞ってきます。絞ってきたら、デンベレーのパスコース、デヨングからオーバミアン落としのガビ。ガビが前向いて散らすという組み立て。こういうのでやっていきたいなというところですが、後半、シャビはどのように修正するでしょうか、楽しみです。後半もじっくりと見ていきたいと思います。総括、お願いします。総括ね。この試合の総括むずいな。言うことないもんな。そうだな。はい、じゃあ総括いきます。後半になってからですね、右サイドバック、デスト下げて、アラウホをデストのとこに入れて、ガルシアもずらして、ラングレーを左のセンターバックで入れましたね。で、まあ、この交代はありはありだなとちょっと思ったんですよ。っていうのもなんでかっていうと、まずデストを変えるっていうのはあり、ビルドアップの時に結局サイドに渡してもすぐプレッシャーが来るんで前向けないと。っていうところで、3バック作るのかなと思ったんですよ。こういう感じでスライド方式の3バック作るのかなと、かと思ったんですけれども、蓋を開けたらそんなことなく、ただ人変えただけと。で、このまんまビルドアップしてました。で、またですね、例えばアラウホにボール渡る。で、アラウホは442のサイドプレッシャー来ますんで前向けない。で、ブスケツ当然マークしてます。で、ガルシア開きます。で、ガルシアプレッシャーかかる。で、ブスケツまたこっちがマークして。で、ラングレー渡ります。で、アルバに渡り、またサイドハーフ来るんで、前向けない。で、結局こうなる。で、こうなる、こうなる。この無駄パスが永遠繰り返されてました。で、前向けないで、ビルドアップうまくいかないから、終始、ロングボールを放り続けてましたけども、それでですね、シャビも動くと。で、最終的にですね、中盤、デヨング外して、2個入れますと。サイド、フェラン外して、デパイ入れますと。で、トップ、オーバー外して、ソラの王子と、ルク入れますと。で、最終的にセンターバックも1枚外して、トラオレを右に持ってきて、デンベレ左に持ってきて、デパイトップ下持ってきてっていう格好でやってましたね。かつ、後半はパワープレイ。要するに放り込みやってきたと。で、ビルドアップ部隊がセンターバックラングレーだけになっちゃいましたんで、アラウコも上がってきて、4トップの状態になってきた。で、相手も枚数合わせ入って、でとにかく5バック作ったと。で、5-4-1 みたいな感じで、ラージュは最後守ってましたね。で、ラングレが後方にいて、ラングレ、アルバ、ブスケッツ、この辺でビルドアップやるんですけど、ブスケッツはこっちまで外れてなんかやってました。でですね、こんな感じでビルドアップしてて、結局何が言いたいかっていうと、惜しい場面は作ったものの、やっぱりチャンスにはならない。ゴールには至らないと。で、なぜか、まずここの人口密度が高すぎる。単純にパワープレイに行って、で、アラウコを上げて、で、トップ下デパイ入れて、で、デパイ入ってきて、中盤ももうブロックさらに硬くなります。とにかくここら辺の人口密度が高すぎて、入らないと。得点が。で、本当だったらですね、ポジショニングをしっかり取っていたら、ここにボールを渡して、ここを釣り出して、で、ブスケッツも正しい場所にいて、釣り出して、で、ワイド取って、釣り出してこういうとこ使いたいんですけども、釣り出すポジショニングを取らない。とにかく縦ポン急ぐ。で、ブスケッツも所定の位置から外れる。で、だから奪われた時にカウンタープレス効かない。で、またカウンターで追加点許すんじゃないかとかいう展開にもなる。っていうことで終始良くなかった。途中でですね、相手のストップ、だった場面、まあ戻りますと前半にありましたね。ガルシアがいて、アラウホがいて、で右サイドデストがいて、でこういう状態の時にブスケツがたまたま下がってた時あるんですよ。でたまたま下がってた時にこういう状態になって、相手マークどうするんだっていう話になって混乱が生まれて、アラウホにいいパスが入って、こっからいい組み立てができた場面ありました。これたまたまで、次からブスケツはまた中入って3バック作るっていうのをやめたんですけど、3バック作った時にやっぱりうまくいった。スリーバックを作るとうまくいくわけですよ。奇跡的に流れの中でブスケツがやってた時はうまくいってるんですよね。なぜかっていうと、アラウホが高い位置まで運べますんで、このツートップに対して脇をつけるっていうのでうまくいくんだけど、やっぱりブスケツ中に入ってくる。で、後半になってですね、ブスケツがまたたまたま下がった場面あったんですけど、この時もニコがセカンドピボーテに入ってきて、良さそうな形になる場面もあった。だけど結局、ブスケツは3バック作らない。これの原因がなぜなのかっていうのがわかんないんですけど、シャビもブスケツも相手の2トップに対して3バックを作った方が効果的だっていうことはわかってるはず。だけど作らない。その原因がなぜかわからない。ブスケツが作りたくないのか、シャビが作りたくないのか、どっちかだと思うんですけど、だけど
と流れの中でブスケツが下がった時は両サイドが高い位置取れますんで広がってビルドアップうまくいくんですよ。なのに作らない。で例えば、ね、ブスケツが降りたらこっからの仕事ってロングパス放り込んだりとかチラシになるんですよね。でブスケツって本当は細かいところでのパスだとか相手を押し込んだ状態とかだったらブスケツの動画でもやりましたけど、横を向いて目線のフェイクでこっから縦パスとか入れるのがブスケツのフィニッシュでの役割じゃないですか。で真ん中の2がトランジションでボール持った時にブスケツプレッシャーかけいくっていうのがブスケツの仕事じゃないですか。得意なプレーですよね。だから適材適所ってことを考えてここで使ったのかもしれないんだけど、そんなことよりも3バック作る方が重要なんですよ。ここで突破されて2に対して激しくいけず2センターバックがで落とされて、この落としを相手に拾われてサイドとかに出されて、でこれで結局、ね、全員が60メーター70メーター戻んなきゃいけないっていう羽目になりますから。だからブスケツがここで3を取っていたらボールを奪われた時にも激しくいけるんですよね。で落としに対してもここでいけば、もしくはニコがブスケツが降りた代わりにセカンドピボーって取ってれば何の問題もなくプレーできるし、位置的優位だとか数的優位だとか後方に作れる。だけど作らない、なぜかわからない。そして後半頭にラングレー入れたんですけども、3バック作るのかなと思ったんですけども、結局人変えただけ、質的優位で勝とうとし続けた、数的優位っていうのを軽視して個で勝とうとした。だからまあ戦術の軽視なんですよね。こうやって言うとよく思わない方もいるかもしれないけど、要するにブスケツ自体がそうかもしれないし、シャビがそうしてるのかもしれないけど、ブスケツをここで使いたいんでしょう。それならそれでいいんですよ。だったらスライド式の3バックなりなんなりで3バックを作んなきゃいけないんだけど、3バックさえも作らないで結局こういう風な格好すると、したら顔は上がらないよねと。センターバック顔が上がらない、ブスケツにも出せない、サイドに出してもサイドからボールを運ぶことができない。で結局戻すしかない。で戻しても出すとこがない。で結局ビルドダウンして手足低減にボール渡る。で手足低減にもプレッシャーかかって危ない場面ありました。だからシャビバルサの課題ってフランクフルト戦で 3-4-3 に負けた 3-4-3 攻略っていう部分、ここまでだったらまだ良かったんですよ。 3-4-3 っていう陣形が普段の 4-2-3-1 だとか 4-4-2 だとか 4-3-3 だとかに比べるとやっぱ少数派の陣形であるし、トランジションに強いフォーメーションなんで、それにちょっと不意打ちやられましたっていうのは分かる。まあフランクフルト1戦目も2戦目も 3-4-3 で、2戦目も全然対策できてなかったんで微妙ではあるんですけども、まあまだ分かると。だけどカディス戦もそうだしラージョ戦もそうなんですけど、特に 4-2-3-1 でトップとトップ下がピボーテ切りながら寄せていく、こっちに渡してまたピボーテ切りながら寄せていく、これ超スタンダードな 4-4-2 なので、これに対しては崩したいなと。だけど個で崩すことしか考えておらず、戦術的な有利性を出すことが一切できない。でただそんな中でも強いてよかったなっていうような部分を挙げると、デパイのトップ下やっぱ 4-4-2 に対しては3-4-3 ダイヤなんですよね。でこっから前のこの関係性でいくと 3-4-3 ダイヤに近くて、でやっぱりバイタルがある、ここの中央の四角形で、ここでデパイがボールを受けて間を突破していくっていう場面はありましたね。これは良かったんだけど、ここに入るのが運なんですよね。前に出せない、前に出せない、放り込んでごちゃごちゃしたところでデパイに渡るっていう運でしかなくて、効果的にチャンスを作れなかった。でデンベレが右にいる時から再三中に入ってくる。で中に入ってきてアラウホがここを取るっていうサッカーでもないと。で流れの中で取ったりもして、ここからクロス入れて惜しかった場面もあったんですけど、それって本来狙ってるサッカーじゃないですよね。点取るためにがむしゃらになって自分たちのサッカー忘れてんじゃねえかなっていう。デンベレやっぱ中に入ってくるっていうのを頻繁にする。で中に入ってくるとサイドバックが裏を取っていく、ワイドを取っていくっていうのがオーソドックスじゃなくてイレギュラー的な、要するに最後のフィニッシュのカオスの部分でやってる戦術であって、まあ戦術じゃないんだよね、もはや。それ基本的には多くの場合はアラウフはここ行かないんで、デンベレが中に入ったら相手はブロックをコンパクトにできるというだけで、でやっぱ中央渋滞を起こす。でかつここにアラウフが後半になったら入ってくる、したら相手5バックにしてくる。でどん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 ここの隙間が狭くなって、シュートは打てるんだけど敵に当たったりだとか、コースの限定されてキーパーの真正面に打つしかねえとか、そういう風になってましたね。だから勝ちを急ぐがために自分たちがやっている戦術の決まり事みたいなのを軽視し始めてるんじゃないかと。デンベレのウイングの動きで、ブスケツがここでボールを持った時にデンベレがいないがためにここへの展開が効かずにボールがタッチライン割ったっていう
場面もあったように、デンベレの動きが一見チャンスにもなったりするんで、いい動きにも見えるんだけど、90分を通して見た時にサイドに開いていないっていうところに戦術を軽視してる雰囲気が出てたっていう印象を受けましたね。まあ軽視してるっていうのはまあ間違いないことだと思います。2トップに対して3バック作らない時点 で、キーパーがいるんで、ここのパスコースキーパーでいいんじゃないかっていう話をする人もたまにいらっしゃいますん で、私なりの考え言いますと、だとしてもボールが奪われた時、例えばこうなった時に手足提言ここにいていいんですかと、例えばここにいた時にもう直シュート打てるじゃないか、で手足提言下がったらどうだ、ここにボールが出た時に激しくいけるのか、同数なのにっていう話なんです。だからトランジションのこととか次の局面のこととか考えても、ブスケツが下がってた方がいい。もちろん低い位置ではですね、ブスケツはこれ以上下がる必要性ないんですけど、ボールが運ばれていったらですね、ブスケツはそのまま定点に行って3バックをそのままの流れで昔のように作るべきだ、そういうふうに思いますね。でここでボールを外にセンターバックが運ぶことによって相手の2トップが外に広がる、そしたらここのゲートが広がります、したらブスケツからデパイへのパスだってあるし、だからプレーが2トップに対して2センターバックで作るっていう、これ自体が作りにくいっていうだけの話じゃなくて、ロングボールが多くある、ロングボールが多くあったらトランジションが多くなる、トランジションがあったらブスケツが走り回らなきゃいけなくなる展開になる、で押し込まれる、で相手にボール持たれた時に激しくいけない、でロングボールが多くなるんで、ロングボールの落下地点は1対1になりますんで怪我も多くなる、これの悪循環がずっと続いてるような気がしますね。でシャビが来たことによってそれが和らぐかのように、それが軽減されるかのように見えたんですが、一時期うまくいってたんですが、最近はまた子に固着したような戦い方、戦術軽視、スリバック作りませんという感じですね。まあそうですね、シャビバルサ長く見守っていかなきゃいけないですけれども、とにかくインタビュアーの人に聞いてほしいね、なんでスリバック作らないんですか。もうこれに限るよね。スリバックの作り方はスライド式でもいいし、ブスケツが真ん中から降りていくっていうでもいいんですけども、とにかく3バック作ってパスコースを増やさない、ロングボールばっかなってまた怪我人増えて、トランジションばっかなってうまくいくことはないと思いますんで、ルークだとかアラウホとか入れてパワープレーみたいになりましたけど、バルサはもっとバルサらしく戦術を重視して、数的優位を重視して、めんどくさがらずに、この質的優位に頼らずに、地道にですねパスコースをなるべく最大化して、昔のバルサ的な、いわゆる戦術的なサッカーにまた戻ってほしいなと願うばかりでございます。以上です。